ップはどうですか。はい、私たちはみんなで服をシェアするルールがあります。へえ、5人で共用されてるんですね。はい、サイズは大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫なんですね。結構빨래도섞어도상관없어요。それから洗濯物をまとめて一緒に洗濯しても大丈夫。デビュー曲のミュージックビデオは K-POP グループのデビュー曲の中で史上最速で再生数1億回を突破。その人気は日本でも凄まじく、日本で初ライブとなった去年のショーケースでは4公演のチケットに92万通の応募が殺到。さらに今年8月にはダンス、歌、ビジュアル全てがネクストレベルと称されるエスパ。その実力者揃いのメンバーが次元を超えた美しいパフォーマンスで世界を魅了。リーダー、カリナ。ステージ上のクールな表情とキュートな素顔のギャップで人気絶大。冬子の愛称で親しまれるウィンター。ずば抜けた歌唱力で聴く者を圧倒させる最年少ニンニン。3カ国語を話せるトリリンガルでハイレベルなラップスキルを併せ持つジゼル。世界で活躍するエスパが今夜日本のテレビ初パフォーマンス。披露する曲が